こんにちは、トルーパーズの山中です。海外からちょっと荷物がいろいろミリタリー用品入ってきたので、こんなのが、入ってきましたよっていう、とりあえず新製品が結構いっぱい入ってきてるんですけど、今回はこれが再入荷分ですよっていうやつだけ先にちょっと紹介させてください。こちら、キャップ、あとはこういったやつ、ちゃんとかっこいいやつ、こういうデザインが売れるんですね。あとはスミス&ウェッソンのナイフですね。例えばこんなのがこちら、カランビット的なやつですね。こちらも人気で再入荷しました。こういったストライクヘッド的になっているレスキューナイフ、シートベルトカッターもついてますね。ハーフセレーションの ITW のウェブドミネーター、こちらコヨーテも入ってきました。あとこちらも人気ですね、グリムロック、こちらも人気で再入荷。こういったワッペンなんかも割と人気でいろいろ再入荷しました。でこういったあとリプレイスメントのパーツ、こういったリプレイスメントのパーツ、モレーのストラップ、あと袋のままですいません、 EDC ポーチなんかも人気で再入荷。あとこちらの、こういったバッグなんかも人気で、欠品中の皆様時、ご迷惑をおかけしましたということで、先ほども言ったように、いろいろこう T シャツやら何やらポーチ類やら、ちょっとこれからゆっくり販売準備して紹介していきたいと思うので、お楽しみにお待ちください。とりあえず下の説明欄にこれらのリンク貼っときますので、なんかいいのあったら、検討していただけると幸いです。最後までご視聴いただいてありがとうございました。